この先稲妻には数多くの試練。何時よ、当人の前でふざけたデマを言うでない。この世にはそう軽々しく何度も口にしてはならぬ言葉がある。わらわを裏切ることがどんな代価を払うことになるのか、そんなもの知りたくはないじゃろ。わら、何の話をしているのですか。何でもない、油揚げが食べたくなっただけじゃ。